ドジャースの選手の婦人会は感情のつながりを深め生活を共有するために定期的に集まりを開催しています。7月13日、彼らはロサンゼルス北部のマリブにある有名な日本料理店ノブで夕食会を開催しました。これは太平洋を見渡せるオープンスペースを備えた高級レストランでリラックスした贅沢な雰囲気を提供します。 ドジャースの妻たちのインスタグラムアカウント、アットラドッジアイブズに投稿された写真には、大谷の妻であるマミコさんが明るい笑顔で写っています。彼女は、後列の左から2番目に立っています。その背の高さと自信に満ちた姿勢で、マミコさんは写真の中心となり、ネット上で多くの賞賛を集めました。写真が投稿されるとすぐに、多くのファンがマミコさんの登場について、好意的なコメントを残しました。 マミコさんは本当に美しいと素晴らしいといった賞賛の声が寄せられました。ノブデの夕食会は妻たちが集まり、交流する機会であるだけでなく、選手たちの生活とキャリアを支え合う機会でもありました。贅沢で暖かい雰囲気の中で、妻たちは思い出に残る夕べを過ごし、感情のつながりを深め、美しい思い出を作りました。ドジャースの野球スター、大谷翔平は常に妻のマミコさんから強力なサポートを受けています。 この夕食会に参加するマミコさんの姿は、彼女が夫に対する愛とサポートを示す証でもあります。このカップルは常に重要なイベントで一緒に登場し、その結束と親密さを示しています。大谷のような一流のスターは別格で、メジャーリーグに数年しかいられない選手も多いです。そのため、妻たちも婦人会に参加することを非常に楽しんでいることでしょう。 マイナーリーグで長く過ごした選手がメジャーリーグに呼ばれると特典として家族でファーストクラスを一度利用できるそうです。多くの人はこれが人生で一度きりの機会かもしれないと考えすぐに利用するそうです。メジャーリーグで10年以上活躍し老後の蓄えをできる人はほんの一握りです。マミコさんは常に大谷が野球に集中できるようにサポートしています。私は大谷の現在の成績にはこのサポートが大いに寄与していると思います。 二人がこれからも団結して努力し続けることを願っています。オールスターで大谷夫婦が揃って登場する姿を見るのが楽しみです。マミコさんは背が高くとても印象的です。彼女が婦人会に参加するのは初めての年ですが目立ちたがりの態度は全くありません。彼女はとても好感の持てる人だと思います。婦人会への参加は重要かもしれませんが、最も重要なのは夫婦が常に仲良くすることであり、それが大谷の成績にも良い影響を与えるでしょう。 来週のオールスターゲームで二人が揃ってレッドカーペットに登場する姿を見られたら嬉しいです。このグループにはいくつかの規則や階級があり、それに従わないと影で悪口を言われるかもしれません。私ならたとえ少し貧しくても家で気楽に過ごす生活を選びます。お金持ちはたくさんのお金を持っていますが、なぜそんなに複雑なグループを作って自分たちを苦しめるのでしょうか彼らは同じ地位の人々との関係を維持しないと問題が生じるのかもしれません。 普通は、周りの人々とあまりにも地位が違うため、同じ地位の人々との交際を維持して、社会のバランスを保つ必要があります。お金持ちも、自分たちの難しさがあります。しかし、これを困難だと考える人は、おそらくお金持ちにはなれないでしょう。さらに、私の知る限り、この会の目的は、妻たちが交流することです。これらの妻たちの夫は、毎年8ヶ月間メジャーリーグの試合のために、アメリカ中を移動します。その間、妻たちは一人で家族を管理し、 子供の世話をしなければならず、非常に孤独で疲れるものです。そのため、この会の元々の目的は、同じ状況にある妻たちが集まり、情報を共有し、一緒に楽しむことです。興味のない人は、参加する必要はなく、興味がある時にのみ参加する人もいれば、夫と一緒に、全国を移動する人もいます。しかし、この会に強制的に参加しなければならない人がいるなら、それは、本当に残念です。 もし私の会社で、関係を深め、人々が交流するためのパーティーが開催され、家族も一緒に参加するように求められたら、私は非常に不快に感じるでしょう。しかし、実際にはこのような会を楽しむ人が多いので、こういったイベントが開催されます。参加しなくても、問題にならないような気軽な集まりなら良いですが、参加を断れないような集まりは好きではありません。マミコさんはもちろん美しいですが、この婦人会の写真で、 私が気になったのは全員が長い髪をしていることです。偶然か野球選手が長い髪の女性を好むのかはわかりませんが、本当に誰も短い髪の人がいないので、少し驚きました。インスタグラムでアメリカのヘアスタイルの状況を見ましたが、そこの美容室の質が非常に悪いと聞きました。日本のように短い髪のスタイルがうまくできず、失敗するリスクが高いため、多くの人が黒髪の長い髪を切るために帰国するそうです。 日本の美容師の技術は本当に素晴らしいです。日本と比べてアメリカは男性らしさと女性らしさに対する見方が保守的です。女性らしく見えても強さを持つことが理想のようで、バスケットボールのようなスポーツ選手でも長い髪を持つことが多いです。一方で日本では実用性のために多くの人が短い髪を選びます。 選手の妻という役割の女性は、夫と共に、公の場に出ることが多いため、安全のために、典型的な女性らしい服装をして、周囲の期待に応えるのでしょう。一般の女性の視点から見ると、この生活は、本当に羨ましいです。しかし、大谷と結婚し、一夜にして生活が完全に変わることも、大きな挑戦です。これにより、皇后雅子様が、皇室に入った際の大きな変化を思い出します。もちろん、真美子さんの自由度は、雅子様よりも多いです。 アメリカでは学校の階級制度のように対等な関係を非常に重視しています。家でのパーティーもその一例です。おそらく日本はさらに個人主義です。実際、妻たちはお互いに知らない人々ですが、夫が同じ職場で働いているからといって、親しくなる必要はあるのでしょうか多分、同じ地位と収入を持つことで価値観が一致しやすく、生活に関する問題を簡単に議論し、不要な衝突を避けることができます。 そのため、夫の関係によって形成されたコミュニティを大切にしています。アメリカの裕福で、地位の高い人々は、常にこのようなコミュニティを維持しています。裕福な人々の妻になることも、ある程度の社会的役割です。日本でも最近、母親たちの集まりや、女性の会合があります。女性は通常、自分の意見を支持する人々と集まり、一方で男性は、仕事の成果や、勝利主義に基づいて、グループを作ります。以前、チームで最も高級取りの、 フリーマンとベッツの妻が全ての費用を支払っていたようです。しかし、大谷は MLB で最も高級取りの選手なので、今回はマミコさんが全ての費用を支払ったのではないでしょうか。夫人同士の関係も決して簡単ではありません。ファンの他の SNS 動画を見て、マミコさんが孤立しているように見え、周囲と馴染めていないように見えました。女性誌が彼女が見捨てられたり、迷っていると書き、関係者に促されて参加しただけで、実際には参加したくなかったのかもしれません。 過度に称賛することも良くなく、マミコさんが謙虚に見えるように見えるかもしれません。前回、彼女が他の妻たちに対して戸惑った反応をした時、ある人は、彼女が優れたコミュニケーションスキルを持っているか、謙虚であると言いました。実際には、良いも悪いもなく、ただ普通のことです。もし同窓会であれば、彼女は少し老けて見えるかもしれませんが、それは重要ではありません。他人のパートナーについてコメントすることは良くないことです。多くの面倒なことがあるようです。 有名人としての生活も簡単ではありません。関係を自主的に持つのは良いですが、そうでなければ非常に疲れるものです。学生時代の友人とゴルフをするのは楽しいですが、仕事関係の人とゴルフをするのは疲れます。おそらくこれも同様でしょう。以前、メジャーリーグの選手の妻がこれほど注目されたことはありませんでした。しかし、世界でもトップクラスの大谷では、これは理解できます。多くの人は、婦人会への参加が難しいと考えるかもしれませんが、 メディアが彼らのすべての動きを追いかけることの方が、はるかに疲れるでしょう。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。